皆さんこんにちは、浜井のけもちです。本日ご紹介いたしますのはこちら、アイバンの魅力的なサーモントブロースタイルのアイテム、アズテックというフレームを本日はご紹介いたします。1940年代に見られる、最初期のサーモントブロースタイルに着想を得て作られたというこのアズテックなんですけれども、なんといっても特徴的なのはこの、極地仕様の鎧パーツ、力強さを感じさせるこの鎧パーツも一から型を起こして作られているというアイテムになっております。アメリカンヴィンテージが持つこのヴィンテージがならではのこの武骨さと洗練された印象に仕上がっているというのがこのアズテックの特徴なんですけれども、ここに力強さを持たせつつもこのブリッジは繊細なデザイン、そしてレンズシェイプはモダンなボストンレンズシェイプを組み合わせることによって武骨さの中にも洗練された品の良さを感じさせるアイテムに仕上がっているというのがこのアイバンらしいスタイルのアズテックというフレームの魅力になるかと思います。またこの生地なんですけれども、クリア感のあるブロー系、ブラウン系のこの生地ですね、実はヴィンテージ生地でして、倉庫に眠っていた生地を、今回採用しているというのがこのフレームの特徴になっております。2022年の秋モデル、秋発表モデルですねに、いくつかこのモード2リミテッドというカラーが採用されているんですけれども、数も限られているヴィンテージ生地で作られているというのがこのカラーの特徴になります。通常のブラックであったり濃い色だと、このテンプルの中のこの彫金が施されている、こういった模様などもわからないんですけれども、このカラーでしたらそういった模様も見て取れるというフレームであったり、肌なじみのいいこの品の良さ、クリア感もあって肌なじみのよく使いやすい、力強さの中にも外テイストに仕上がっているというのがこのカラーの魅力になるかと思います。実際にかけたところもご覧いただきたいと思います。こちらのフレームをかけてみますと、このように肌なじみよくも力強さを感じさせるつつもソフトな印象で仕上げられているというカラーになっております。非常に使い勝手いいですね。もともとこのボストンレンズシェイプだからこそのソフトテストというのはあるんですけれども、ブローのこのスタイル、力強さもですね、クリア感のある生地を使用しておりますので、非常に洗練された品の良さ、ソフトさも作り出せるという魅力的なバランスに仕上がっております。なかなか使い勝手もいいですし、このカラー個人的にも非常に魅力的に感じているアイテムになっております。ただ数が限られているという、生地を採用しているということもありまして、通常モデルよりも2000円ほどお値段がアップしているというカラーになっております。とは言いましても、数が限られておりますので、気がつくとなくなっているということもあるかもしれません。気になる方はお早めにお求めいただけたらと思います。非常に魅力的なカラーに仕上がっているんじゃないでしょうか。本日ご紹介させていただきましたのは、アイバンの魅力的なサーモントブロースタイルの新作フレーム、アズテックというアイテムの限定カラー、モード2リミテッドというカラーになっております。ぜひ楽しみながらお選びください。どうぞよろしくお願いいたします。本日は以上です。